速稼塾の久保です、億万長者合宿レイジということで、内側から湧き出るものというねテーマで毎回お届けしてるんですけども、私はね中学高校の頃、喧嘩をしたり、ちょっと悪さをしたり、それから野球にのめり込んだり、空手でね、むちゃくちゃ暴れまくったりはしたんですけども、一番ねなりたかったもの、中学高校を通じてなりたかったものっていうのは何かっていうと、漫画家なんですよね。実は漫画家になりたかったんですよ。漫画家になりたくて、もう毎日のように漫画を描いてましたね。それこそね、キャラクターが100人ぐらいいて、いろんなそこでね登場人物が気の強いやつとか弱いやつとか、幼いものとかね、年寄り長老みたいなやつとか、いろんなものがねこう私の世界の中で動き回ってね、で、喧嘩をしたり争いをしたり、国を取ったり国を取られたりとかね、遠くに旅行に行ったり海に飛び込んだりとかしたわけですよ。いや面白かったですね。面白かった。で、不思議なことに気づいたんですよ、漫画を描きながら。それはね、自分が設定したストーリー、自分が作ったデザインしたキャラクターのはずなのに、そのキャラクター一人一人とか時代背景とかストーリーがですね、私をどっちかっていうと引っ張っていくんですよ。この登場人物がいて、この登場人物と出会ったら必ずこうなるだろう、いやいやこういうふうにして逆転するだろう、こういうふうなトラブルが起きるだろうっていうふうにキャラクターがね私に訴えかけてきて、私がストーリーを書くというよりも漫画に出てくる、自分が書いてる漫画ですよ、自分が書いてる漫画の登場人物や時代背景が私にね、こう書け、ああしろ、そういうふうなオチを作れっていうふうに語り書いてくるんですよね。で、6年間ずっと書き続けることができたんですよ。私自身ね、すごく面白かったです。ワクワクしながら学校から帰るとすぐに大学ノートを開いて、鉛筆でね、シャーペンですけども、漫画をぐわーって描きましたね。次から次へと新しいストーリーが生まれてきて、新しい登場人物が生まれてきて、こいつには実はね弟がいたとか、こいつには実は捨てた親がいたとかの、そういう設定がどんどん出てくるんですよね。で、新しい旅、新展開みたいなのが勝手に訪れたりとかね、それからね、雲の上から宇宙人みたいなのが出てくるみたいなのもあったりして、ストーリーとしてはね、なんかこう4000年ぐらい続くんですよ。古代マヤ、西暦、ビフォアデーモンじゃないや、BD のね、紀元前3114年からスタートして、そして未来のね、西暦4000年ぐらいまでのストーリーがドワッと続くんですけども、私はね、本当にね、毎日ぼーっとしながら妄想の中を生きていたようです。で、なんでこういうことを言うかっていうと、実はね、今、隠居 TV っていう YouTube チャンネルやってるでしょ。つまり、私の人生がこの隠居 TV に入ってるわけなんですよ。で、私はね、自分の内側から来るエネルギーって話を結構しました。レイジっていうのがテーマですからね。これがどこから来るかっていうと、実はね、私はね、自分の人生がこれからどうなっていくのか、すごくワクワクして楽しみなんですよ。だから転落していく時も、このまま転落してどうなっちゃうんだ、家族を巻き込んだすごいトラブルになるんだろうか、それともどっかでね、川に身を投げるんだろうか、その時の心理状態はどうなるんだろうか、いやいや、もしかしたらとんでもない詐欺師になって、自分の逆転する時に悪さをするんじゃないかなと、いろいろね、こう、久保哲郎どうなるんだろうと思ったんですよ。その時に、借金ってものにね、やっぱり突き当たるわけですよ。借金して私は何をするのかなと思ったら、借金をして、キャバクラに行ってるんですよ。どうせダメになる人生なんだから、最後の瞬間、最後の半年1年いつか分かんないけども、今日一日を目いっぱい楽しんで、そして破綻するなら明日破綻しよう、自分の意思でみたいなね、そんな毎日を繰り返してたんですよ。そうするとね、借金が1000万を超えたあたりからまともなところはお金を貸してくれなくなったんですけども、それでもね、いろんなチャンスとかいろんな人の縁があって、ちょろ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 ね、お金を借りることできたんですよ。で、カードローンもその後も組めたんですよね。で、そのカードローンとか、いろんな借金、誰から借りたか分かんないような借金とかね、あと店の売り上げがあったんで、その店の売り上げを支払いとか業者に払わずに自分でキャバクラ行って使うみたいなことをしたりね。あと私、麻雀店やってたんで、基本的にお客さん来るじゃないですか。基本的に私は麻雀勝つわけですよ。だから、金いるな、今日2万いるなと思ったら、1日中麻雀やってね、で、麻雀勝たせてもらってで、お疲れ様みたいな感じで持って帰る、とんでもないオーナーだったわけなんですよね。そういう風にしたりとかね、時にはね、車を質に入れたりとかして5万10万作ってみたりとかしましたけどもね、いや、そういう風に俺の人生どうなるんだろうかっていう風に、久保哲郎っていうチャンネルが面白いんですよ、私は。ね、私が意図せずに、いろんな状況とか環境とか、もう世の中のね、世界情勢が私をね、次にこうしろ、ああしろっていう風に動かしてくれるんですよね。それがなんかね、自分自身興味深いというかね、だから転落も面白かったし、借金も面白かったし、ネットビジネスやってみてどうなんだろうなと、これが詐欺だったら、訴えればいいかみたいなね、ストーリーも浮かんだりとか、で、カードローンボンと入れてやってみたわけなんですけども、やってみたらなんか結果ね、どん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 出るみたいな。で、その時にちょっと一つ思ったのが、これが使えるなと思ったんですよ。確かに私は、
ずっとね麻雀しかやってこなかった40年なんで、パソコンなんてできないですよ。ビジネスなんてまともに考えたことなかったんですよ。でも一つ、私に力量がない私に一筋の光が見えたとしたら、その時ねネオヒルズ系の塾っていうのに入ったんですよ。その中でも頂点のネットビジネス塾だったやつ、それ入ったの、吉谷さんがね案内してくれたやつは。そこに入った時私が思ったのはね、今テレビや雑誌で話題のあの怪しいネットビジネス、ネオヒルズの私は筆頭で塾生ですよっていうのが使えるかなと思ったところもあったんですよ。そうするとね、ネットビジネスってなんだって、アフィリエイト、何ネオヒルズ、あのテレビに出てた、毎晩シャンペン飲んでるんだろうとか、税金ちゃんと払ってるの、で本当にヘリコプターでそば食いに行ってんのっていう風な興味本位の人が私のところに来てくれてね、私の話を聞きたかったわけですよ。それがストライクしたんだと思いますよ。で、私の殺し文句としてはね、私はネットビジネス広島で一番詳しいです、任せてくださいと。他に詳しい人がいたら連れてきてください。で、私に答えられないことがあったら大丈夫です、私が自分のねその師匠に聞きますんで任せてくださいっていう風にしたんですよ。まあその信頼は絶大だったですね。ということで私は回答できないことがない状態にしたんですけども、大した質問は来ませんでした。ね、自分でもできますか、いつ頃稼げますか、こういう風なね、今まで何百回何千回と聞いたような質問は最初からありました。それはあなた次第ですと言うしかなかったですよね。だからね、本当にね難しい SEO とかキーワードとか、そういう風な質問はなかったです、だからね本当に初歩のマーケットで戦っていたんだなと思いますしね。でそれから内側から出てくるねエネルギーとしては、やっぱりねこのネットビジネスってすごいなと思ったんですよ、本当にすごいと思いました。だって使うツールが全部無料でしょ。私テナントを借りていても毎月100万かかったわけですよ。で人を使う仕事ですから人件費も300万近くかかりました。でもネットビジネスって人を使う代わりにインターネットの仕組み使うんですよ。ただですよね、インターネットのプラットフォーム、ジンドゥとか YouTube、ブログ使いますよね、ただなんですよ。だから商売をずっとやってて経費がゼロになったらどんなにいいだろうと思ったら、経費がゼロのマーケットができたわけですから、これ儲かるしかないだろうと思いましたね。それ以来ずっと儲かりっぱなしなわけなんですよ。だって経費がゼロですから、はっきり言って無料で売ってあげてもいいわけなんですよね。でも商品価値っていうのが、商品価格っていうのが世の中にはいっぱいありますから、無料で発信しなくても例えば相場に合わせることができたんですよ。ね、アフィリエイトの商材が15万ですっていう風な相場があったら、9万8000円ですっていう相場や、私の価格つけたら安く感じるでしょ。だから相場よりもちょっと安めにしてずっとセールスをしてきたかなってことですよね。でしばらくして情報商材っていうのがだいぶ広島でも出回った時に、だいたいね値段が35万から50万だったんですよ、相場が。私は19万8000円なんですよ。だからまあ良心的だって映りますよね。でしかも私のサポートっていうのは、いつでも来てくださいっていうのと、動画での返信を細かくしたんですよね、ワントゥーワン動画。その頃から最初から始めてました私は。でそういうことやってる今に至るわけなんですけども、内側からエネルギーが出っ放しですよね。だからこれをやったら喜んでくれるに違いない、こういう風にしたら信頼してくださるんだろうなと。でまだまだ皆さんの不満はどこにあるんだろうっていう風に、不満をこちらから探しに行ってね、その不満を解決するまたコンテンツをどんどん出していくわけですから、まるでね久保さんは質問する前にもう解決方法がどんどん速稼塾の中で出てきますねみたいな感じで、これもね大きな信頼だったんですよ。でしまいにはね、そんなに無料でやっちゃうと誰も入塾しないんじゃないですかっていう風な質問もよく来るようになりました。私はそれでいいんですって言いました。私の塾に入らずに自分で解決できるのが何よりじゃないですか、ね、私の塾なんて別にいらないぐらい、私のね速稼塾が世の中から必要なくなったら、それはそれで素晴らしい世の中できてると思いますよ。だから私は今ね必要としてくださる方がいる限りはやりますけども、必要ないよって言われたら私隠居になりますというふうなことをちょっと話したような気がするんですよ。で今はね隠居なんですけども、私のテレビドラマね久保哲郎っていうチャンネルは自分でもね面白いなと思います。っていうか自分一人が面白いんですよねきっとね。でいろんなね世の中のこのギッタンバクタンはあったんですけども、私はまあどちらかというとそれに巻き込まれずに遠くから見ているような感じですよね。それは世の中で暮らしてないからなんじゃないかなと思うんですよ。もちろん関わりがないわけではないですけども、非常に薄いんですよね関わりっていうのが。だからマーケットで大きな事件があっても私はあんまり影響を受けないっていうかね、なんかそんなところに来ちゃうとまさにね仙人みたいな暮らしなんですけどもね。ということで一通り話終わりました、吉田さんね、内側から出る、そうですね。いやーなんかね振り返ってみると
いろんなことが走馬灯のように思い浮かびますね。誰の人生を真似たら自分は成功できるだろうかって考えた時期もありましたけども、逆に誰の人生も真似なければ自分だけの道ができるっていうことなのかなと思いますし、誰かの人生を真似し始めた時から過当競争なんですよ。例えば堀江貴文さんをモデルにモデリングしてねやったらどうなるかっていうと、堀江さんのコピーみたいなのが市場にいっぱい溢れるんで、それこそ過当競争なんですよ。与沢翼さんみたいな生き方に憧れる人がたくさん出てくると、これもね過当競争なんですよ。同じ方向にいっぱいいるから。でも自分のチャンネルに照準を合わせると、自分のチャンネルをやる人って人口がどれだけいても自分一人なんで、過当競争にはならないんですよね。そしてその独特なチャンネルの、ね、何回もお話しましたけども、大通りじゃなくてね、裏通りの小さなお店ね、なんかこれ本当にやってんのかなみたいな中華料理店とかね、飲食店あるじゃないですか、大衆食堂みたいな、ああいうところっていうのはその店オンリーの独自の味が出てるんでうまいんですよね。お客さんそんなに出ないですよ。でも最小購買数的な一等不変のね味ではない、誰もがうん美味しいよねっていうような誰にでも分かるような味ではないんですけども、だからアクセスは稼げないんですけども、だけどね、あこれ分かるわっていう少数の人が私の動画に今日も来てくださってありがとうございます。ただね、儲かる方法は誰にでも教えることができます。これはね、ある意味一定のところまでは共通なんですよ。儲ける方法とか自分が自由になる方法ってのは途中までは一緒です。細かいところ、月収1000万に向かおうと思ったらちょっと違ってくるんですけども、基本的にね、まあ金額で言ったらね、もうあれなんですけども、月収100万までは一緒ですね、やることは。もうそれは散々お話してきましたけども、やることなんですよ。やれば100万までいくんですよ、それは。そのぐらいは、いやこれはね本当に月収100万以上稼いだ人だったら同じように言いますよ、これは。で同じなんですよ本当に。これは永久不変の真実です。やる、継続するだけで月収100万は到達します。ただやらないんですよ。月収100万どころか10万に行くまでも継続しないんですよ。じゃあ100万行くわけないじゃないかって話ですよね。で私もね、漫画家になろうと思って漫画家になるまでやらなかったんですよ。原因ははっきりしてます。書くのは好きだけど見せるのは嫌だったんですよ。絶対ダメですよね。世に出すのが嫌なわけですから、恥ずかしいんですよね、うん、今はねそんなことはないですけども、だから多くの人は勉強するのは好きなんですよ。一人でやった気になるのは好きなんですよ。でもそれを YouTube とかで表現するのがちょっと苦手なんですよね。それだったらね、やっぱりアクセスはゼロのままですよ。だって表現しないんで。表現すればアクセスは増えていくし、売り上げは月収100万に近づいていきます。この最初の壁を越えることが全てだと思いますけども、いかがでしょうか。いってらっしゃい。